ストライクワールドに破滅の時が迫っていることを知った。一人の少年、5人のヒーローを集め転生たちを倒す。それが破滅を止める唯一の道なのだ。少女に託された予言の言葉。愛する世界を救うため、少年は時空を超えて旅立った。命がけの冒険、鮮やかな交渉術。何これ、いらない。ブリタニアに栄光ある。少年を襲う幾多のトラブル。何者にもくじけぬ強い心、そしてそんな少年の熱い思いがヒーローたちの心を揺さぶり、今ここに予言の通りにヒーローたちが集結しようとしている。さあ、オラ様に続くである。みんなで力を合わせてストライクワールドを救うである。断る。素性の知れぬ者など足手まといなだけだ。足手まといではないである。ここにいるみんなは転生を倒したヒーローである。そうよ、失礼よ。待て、挨拶が遅れたことは詫びよう。打天の王ルシファーよ、私はブリタニアの王アーサー、こちらは魔術王ソロモン箱舟の主ノア希望の少女パンドラ。みんな世界の危機を救うために集まった戦士だ。君と一緒に戦えることを光栄に思う。おもちゃをぶら下げて戦士気取りか。おもちゃかどうか試してみるか。面白い。いけません。お願いです、どうか二人とも心を静めてください。ルシファー、どうしたのです。あなたらしくもない。ルシファー。ねえオラゴン、これってどういうこと。予言と違うんじゃない。ドララー、ください。ルシファー、もはや展開だけの問題ではありません。ストライクワールドが消えるかどうかの瀬戸際なのですよ。彼らと力を合わせるしか道は。気楽なものだな。七へ赴くのはいつも我々で、お前は命じるだけだ。そんな、私は転生どもは私一人で倒す。私の仲間はお前たちだけだ。いつの間にかここへ。大丈夫であるか。ダメですね。ルシファー一人説得できないようでは、私こそ足手まといです。そんなこと。ずいぶん前にも一度天界が滅びかけたことがあったんです。その時自らの命を捧げ
天界を救った指導者がいました。私にとって心からの憧れであり理想の人。私は迷い悩んだ時、いつも胸の内で尋ねるんです。どうか教えてください。私は今一体何をなすべきか、何をなすべきか。おいおいおい、てめえ何ばっくれようとしてんだ。おら、手塩にかけた新兵器のお披露目だぞ。じっくり見ていけ。ほんとゲブラー、お前たちも早く逃げろ。あれを完成させたのは私の間違いだった。イエソドは自分の野望のために我々を犠牲にするつもりだ。我々だ消されるのはてめえだよ、このシャバ像が。忠告してやったのに、この分からず屋の単細胞どもが。判決は有罪。これ式でこの天聖コクマー様を殺せると思ったか。おとなしくしろ、お前にはまだ利用価値がある。ネタク貴様。あれってさ、コクマーの星じゃねえの？己の故郷が役に立ち、奴もさぞや嬉しかろう。裁きの光だ。
だよ。お姉ちゃん、